今日は久しぶりの大阪でライブなので、今このステージで歌っていることがすごく嬉しいです。昨日から声がちょっとガサガサなんですけど、でもちょっとだけ復活してきたので頑張って歌いたいと思います。次に歌わせていただく曲は、自分のお母さんや大切な友達に向けて歌っている曲なので、皆さんも自分のお母さんや大切な友達に大切な友達を思い浮かべながら聴いていただけると嬉しいです。それでは聴いてください。彩香さんで「ありがとうのは」。傘にあれたその手が
はくるみちゃんと2人で歌わせていただきます。くるみちゃん。